ポスター持ってきたんですか。取ってもあまり変わらないよ。麺を取れや。ポスター持ってきてますね。ポスター。ありました。ポスター。こっちも同じですか。はい、いっぱい持ってきちゃったんです。あ、いっぱい同じやつ。あ、そうですか。はい、ね、はい、買ってきます。おーい。怖いな。お前、クリーンに憧れてるんだよ。どうぞどうぞどうぞ。まず聞いてみたいと思います。文鎮さんどこ行ったの。ここにおりまんが。クマももう出そうないよ。いや、この辺としてしょうがないな、男らしい。ラスキンじゃないんですか。失礼しました。はい、今回、なんか、どういうご目的で持ちましたか。ハロデイ・インフォメーション。半分はバケーションで、半分はお仕事。プロモーションで来てます。あ、いいですね。バケーション。バケーションね。あ、プロモーションと言いますと、プロモーションビデオがございます。あ、そうそう。これちょっと見せていただきましょう。曲は何でございますかね、今日用意してきた。What's the song?Song is called Radio Gaga. ラジオガガ。ラジオガガ。ラジオガガ。ちょっとそれじゃあプロモーションビデオ。ちょっと見てみましょう。はい。これであれあのラジオガガガガってどういう意味なんですか。What does Gaga mean? Means little crazy. ちょっと見るとあのクレイジーっていう感じ。ガガ。少しクレイジー。日本語で言うとギャーギャーっていう感じみたいです、ね。あ、ギャーギャー。この番組みたいですね。私たちのあの漫才みたいなもん。大概ね。ギャーギャーですからね。我々ガガガですよ、やっぱりその展開。They are Gaga. Yes.はい、この番組どうですかね、やっぱだいぶガーガーですかね。 Do you consider this program as Gaga? Very, very Very Gaga Very Gaga あちらさんに髪の毛染めてはりまんなあれね。Did you dye your hair, Roger? No, I was a bit Gaga last night. 昨日ちょっとあのガーガーっぽくなったんで。ああ、ガーガーっぽい。私ゆうべもガーガーっぽい。ガーガーいいな。こいつは生まれつきああいう色してる。ほら、お父さんがドラ猫だった。嘘ばっかり。嘘に決まってる。この人ら委員会って言わはったらどないしまんねんな。日本にはそうそう猫と愛の子がいた。そうそう、猫じゃ恒例の和、はい、和を全員でいきたいと思います。和、よろしい。和、気持ちよさそうな髪の毛でございますね。ね、ふわふわしてね。なんかとろろ昆布みたいですね。とろろ昆布。うどん屋にフリーで置いてるやつ。そうそうそう、お茶かけたら膨れるんだよね。フリーの言い方してますな、あなた。はい、おじゃあ行ってみて、和を一つ言ってみて、はい、記念のダンスが皆さん一つね、世界に広げよう友達の和。あー、決まりました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。胸に熱い感動が湧き上げまして、おばさん熱感、あ、失礼いたします。はい、もう綺麗、ね、一言。あ、本当に。森田さん、いかがですか、外国の皆さんの票は。あの外国の皆さんはなかなかですね、あの状況が何なのかつかめればわからない。とにかく出てらっしゃいます。ちょっと聞いてますけどね。What do you think about this nice looking guy contest? Well, I think I'm number four. おお、もうすでに内定してるみたいですよ、外国。内定というのは英語でどういうんですかね。内定ですか。Oh, crying。あはっ、泣いている。面白いおじさんですね。さあ、それでは、スーパーグランドチャンピオン、いよいよ選ばれます。それでは、まずは外国審査員賞の発表からお願いいたします。もう発表してるよ。もう発表いたします。聞いてますもんね。はい、You chose one champion. What do you think? I'm not
Number eight, Patsy. Eight? Number eight? Yeah. Roger. Number eight. No, fuck up, the Number four. Number four. Okay. Oh, 決まりました。はい。じゃあ、ナンバーを言っていただきましょうね。はい。Could you say number?Number four. Number four! 森内くん、第4代のグランドチャンピオンの森内くん。ああ、ロジャー・テイラーさんが、レベフーなんておっしゃりました。はい、それではですね、外国審査員特別賞でございます。はい、よかったですね。そして、なんか、副賞もあるようです。はい、クイーンのあの、アルバムです。はい。あ、プレゼント。いや、いいですね。はい、じゃあもらってください。はい、おめでとう。ありがとうございます。グランドチャンピオン、スーパーグランドチャンピオンは日本一は、日本一は5番の方に決定いたしました。5番のアンダーブシュー。はい、賞金の10万円でございます。そして豪華なトロフィーでございます。そしてですね、あなたには日本旅行の素敵なプレゼントがございます。よかったですね。川上さんからプレゼントがございます。はい、川上さんどうぞ。沖縄の3日間の旅ですから、それでは行ったことないでしょう。沖縄行ったことあります。沖縄行ったことあるさかい、焼けてまんねん、ほらしてね。それでもいいです。それでもいいですね。はい、おめでとうございます。今の感想をしたことどうぞ。信じられない。いや、信じられない。周りも信じられない。そんなわけで森田さん、投票をお願いしたいと思いますが。もうあのいろいろ揉めたんでございますけどね、はい、私と意見が分かれたんでございますが、やっぱり嫁金の意見を尊重しまして5番ということになります。ほんのちょっとの差です。ちょっとの差、ちょっとの差です。他の人の名前言うたら気の毒ですか。気の毒だな。気の毒。一人だけ大きな差がおりますけれども、ほんのちょっとの差でございましたですか。いや、いずれにいたしましても美少年コンテスト1年半やってまいりましたが、今日が美少年コンテストの最終回でございます。本当に長い間ありがとうございました。はい、いやまた今度形を変えてやっていいかな。いいよ。はい、おめでとうございました。おとちゃん、おとちゃん、ゴリラや、ゴリラや。あ、クイーンが来たんですね。あら、いらっしゃいませ。どうぞ。まあ、今武道館から終わったばっかりですよ。はあ、はい。まあ、あら、すっぴんなのね。はい、Thank you for coming. ねえ、あれ、今日はじゃあ、今武道館終わって、それで今ここでやってくれるの？ And you're gonna do another one for us? Yeah, another one tomorrow, another one on Saturday. You're not gonna do one for us on the show? Well, I got any guitar? 楽器がないからね。あ、そうそうそう、はいはい。お花をね、女性軍からね、差し上げてください。今急だったもんだから2つしかないから、ひがまないでちょうだいね、ひがまない。分かってるの、分かってどうも。ね、ショーはどうだったんでしょうか、ところで。Fantastic. The audience are just great. They're wonderful. お客さんって最高。みんなすごくね、興奮してくれて。あのね、実はね、今日ね、あの向こうのね、ビデオ撮ってあるの。だから後でみんな見ましょう。We'll take a look at your video clip later of the concert. 遊んでってもらいましょうね。スタジオね。一緒に、みんな開けてあげてください、少し。それじゃあ。どうぞ。はい。さて、いろんなお客様が見えますけど、はい。さて、石川さゆりちゃんでございますけど、はい、タイムトンネルでございますけどね、さゆりちゃんちょっと座ってくださいねえ。さあ、はい、さゆりちゃん、あ、なんかさゆりちゃん随分最近鮮やかに派手になったような気もするんですけどもね。Thank you.
さて今日はね、ケイが飛び入りに来てくれましたけど、ねえ、大変武道館の今日もお客さんがいっぱいということでね。Yeah, fantastic. ね、9日は明日の日本武道館、それから代々木体育館が11日、13日が名古屋、15日は名古屋、よく知ってる、日本語も分かってる。じゃあちょっとね、今日武道館の模様ちょっと見てみましょうかね。はい、もうエキサイティングなショーでございます。はい。これだけじゃね、はい、足りないと思いますが、ぜひね、こちらに行っていただきたいと思います。Thank you very much. ありがとうございました。さて、実はおめでたいことにですね、実はこの、ヒットスタジオデラックスのね、アレンジをしてくださった大村さんが、実は大村さん、誕生日だったんですよ。あらー、お誕生日。これでね、ここに、譜面があるんで、ちょっとこれ、クレダーマンさん弾いてもらいましょうか、これ。わかるかな、ちょっと静かにしてください。自分の曲。はいはい、ありがとうございます。この放送はキヤノン、日本ビックス、資生堂、日清サラダ油、森永製菓、ダイハツ自動車の提供でお送りしました。こちらロンドンです、今度はですね、ライムハウススタジオズの、中に入ってきました。中の方が全然暖かいですね、時間は今1時21分を過ぎたところなんですけども、皆さんもご覧になってらっしゃると思いますけど、ロジャー・テイラーさん、彼はクイーン のドラマでも有名だし、そして最近自分のバンドザ・クロスを作られたばっかりなんですね。 Thank you very much being with us tonight. Thank you, it's my pleasure, Michael.ですね、早速なんですけども、そのクイーンの、ね、ドラマでもありながら、そしてまた自分のバンドを作ったというその動機の辺を聞いてみたいんですけども、 What was your motive in forming this new band? Well, Queen is still going as a band, but I needed something to fill in all of my time, and we don't work quite so hard these days, so I wanted to play live and to also to not play the drums all the time. Does that mean that we will be seeing you working two jobs in the future? Yeah, I think so. Two jobs and no holidays. どうしてですかってその動機なんですけども、まあ、ただいまクイーンはちょっとお休み中なんですね。ですから、まあ、いっぱいスペアのタイムがあるわけなんです。で、その時間をこう有効に使いたくて、やっぱり僕はライブで演奏するのが好きだからということで、まあ、自分のバンドを作られたということで、でそういうわけなんでね、ということはこれから先2つの、バンドで私たちはロジャーさんを見ることができるんですかって言ったら、まあ、そういうことですね。もうノーホリデーだそうです。お休みはないということなんですけどもね、まあ、彼はドラマーですよね。ですからその今実際ボーカルで歌ってらっしゃるわけなんですけども、どういう気持ちなのかちょっと。 Do you like performing in front of the drums or behind them?Well, it's not so much energy, but in front of them it's easier. And I think I'm getting used to it now. You like it then? Yes, yeah, very much. Yeah. ね、やっぱりドラムやってる時の方がエネルギーをいっぱい使うわけですね。ですから前で歌ってる方が、まあ、エネルギーの消耗量は少ないから、まあ、簡単です。まあ、だんだん最近歌ってるのも慣れてきましたということなんですけども。なるほど。まこちゃんね、はい、彼は日本になんか来るとやりたいことがあるっていうふうに聞いてるんですけど、何なんでしょう。Well, you've been to Japan many times before, and then I'm sure you know about Japan very well. But is there anything you want to do particularly if you visit again? Yes, I think we've been 7 times to Japan. Yeah. It's a lot, isn't it? But I would like
to go to Kyoto again, because we only went the very first time we were there. I'd also like to try some skiing up in the northern island of Japan. Oh, wow. あのですね、もうね、7回は行かれてるということなんですね。そして、まあ、あの京都は1回目に行った時に行っただけでよく見てないので、京都をもう1回よく見たいと。それからね、あの北の島って言いますか、多分北海道のことだと思うんですけども、北海道に行ってあのスキーをしたいということなんですね。そうだったんですか。ね、なんか居酒屋もすごく好きで、居酒屋でいっぱいやるのが大好きだっていうふうに聞いてますけど。なんかね、いっぱいやりたいってね、You like sake and then those Japanese drinks. Oh, very much, yes.もちろん日本に来る予定は近々あるんでしょうかしら。はい、ね、日本でもお酒いっぱい飲みましたということでね、またたくさん飲みたいということなんですけども。どうでしたか。 Do you have any plan to go into Japan? I hope so. I hope that the cross will go to Japan in 1988. This year? Yes, I hope so very much indeed. はい、もうぜひね、88年の間には一度クロスで、このバンドで、みんな日本に行きたいということなんですけども。わかりました。さあ、それじゃあ歌お願いしましょう。はい、わかりました。 I think Japanese people can't wait to hear your new song. Let's goLet's go. My pleasure. Okay. Thank you. Thank you, Mark. ねえ、やっぱりね、88年、もう彼は新しいスタートを切ったわけなんですけども、かなりノリに乗ってるこのザ・クロスなんですけども。はい、それでは歌の方行きたいと思います。Cowboys and Indians. どうぞ。
というわけ。資生堂日清サラダ油、森永製菓、ダイハツコ。I hope so. Oh, yeah. Oh, just before there. Just before there. Even during when we were fighting, one of our records was number one in the Argentina. Which one? Under pressure. Oh, really? Yeah. So really, and they've been loyal to us. Mm. You know, and in respect. We're a very non-political group, and we try not to get involved with that sort of thing at all. How is it working with them, Mr. Bowles? you laugh again. Obviously, you had something to say about it. It was a long time ago. It's all got dim in the memory now. Yeah. It was a difficult experience, I think, because he's not used to working with other people on an equal basis. He's used to having session meetings and telling them what to do. So it was a little hard to work out who was doing what and who was going to make the decisions. So it was an experience I enjoyed very much, but it's in the past. And I think we got a record out of it at least. Yeah. Right. It was a bit touch and go whether we were going to get anything out of it. Yes, it was. It nearly fell apart completely. Because there's contractual things, and David had different ideas of what he wanted to do, what he wanted it to be like from what we did. Yeah. I mean, he also did a little bit of singing on one of the other tracks, and then in the end he wanted it taken off, you know. Trouble is, he wanted it taken off and the record was already out. Yeah. Who else can you work for that market? Freddie doesn't like to talk about it, but I'll talk about it. Well, I can remember. I mean, Roger and Freddie used to own the store jointly. They used to argue who owned what. You know. So I can remember one time Freddie had his own jacket, which was very proud of, just a bunch of velvet, and he hung it up in the store and went to have a cup of coffee. And when he came back, Roger sold the jacket. So then Freddie goes running down the store saying, "Give me my jacket back," and rips it off the guy's back and gives him his money back. Mr. Deacon and Mr. May. Yeah. What do you think about Freddie Mercury? Oh. That's a difficult question. Unanswerable in one word. It's a bad name. We're all afraid of him. He's a mean one. Yeah. Only on the surface. He's actually very, very nice guy underneath. Very soft-hearted. How about as a musician? Great. It's very original talent. Very original. I'll give you a great question. He played guitar on Crazy Little Thing. Yes. Yeah. Oh, yeah. How good of a guitar player is he that's not the first time he plays. Scratchy rhythm. Yeah, because he wrote Ogre Battle, you have to remember. You know, he wrote Ogre Battle. That's way years ago. He doesn't write much on guitar now. Not these days, no. ブルースブラザーズを目指します。